トュルキスタンの聖なるものの意味で、巧妙なスーフィズムのシャイフであったホージャー・フマド・ヤサビーが、1166年に、この地で没死葬られたのにちなんでいる。彼によりこの地は、カザフステップ地帯の学問の中心となった。1389年に、ティムールが、ヤサビーの壮麗なマザールを建立。中央アジア最大のドームで、ホージャー・フマド・ヤサビー病は2003年に、 世界遺産に登録された。彼の名も、かつての使命や死にちなんでいる。中央アジアでは、三度のトゥルキスタンへの巡礼は一度の、メッカへの発地に匹敵すると広く信じられており、今日でも毎年数万の巡礼者が訪れる。カザフスタンでは、トゥルキスタンは、東の第二のメッカとされるゆえんである。トゥルキスタンは、常に、ペルシアやイスラム文化圏のマーワラアンナフルの、 オアシスと、トゥルクやモンゴル文化圏のステップの遊牧民が混ざり合う境界線であった。1862年、ロシアはこの地を高換土半国から奪うと、トルキスタン総督府のシルダリア州に編入。ロシア革命期には、トルキスタン自治ソビエト社会主義共和国の一部となるが、1924年にカザフソビエト社会主義共和国の一部となった。現在のトゥルキスタンは、 人口の半数がウズベク人である。リパブリック・オブ・カザフスタン。シティ・パピアレーションで2019年5月5日閲覧。カザックストン・アドミニストレーティブ・ユニッツ・エクステンデッド GEOHIV.com2017 年2月24日時点のオリジナルよりアーカイブ2019年5月5日閲覧。ゼー。カザフスタン大統領府。 2019年5月5日閲覧、ありがとうございます。